どうもシャペンです。今回は明日のモンストニュース予想3月16日編ということで、いやまだまだ謎多いんですけども、明日こそようやく分かりそうですね、これモンストニュースで。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画で話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという願望が詰まった動画でありますので、その辺はご理解していただけると幸いです。で今回参考にしていくニュースは2022年3月17日のものを振り返りながら何が発表されるか予想していきましょう。どうぞ。ということで特に今週注意点はないと思ったんで飛ばして振り返りからいきますけども、近畿の5区に裏21の5区から裏25の5区は追加されました。でそれに伴って裏21の5区では新 EX が登場しまして、無料対数でしたね。このクエストでは透明パネルとか権利の雑魚を駆使して、雑魚処理ボス削りを行っていくクエストでありまして、途中ではそのキャノンベースを利用するところもあって、結構しっかりルートが決まってるクエストというか、ミスったら普通にボスに行く前にピンチになることもあったと思いますし、結構苦手でしたね。1回しかやってないんですけど、初見でやっても難しすぎるわってなりましたね。で初回からしばらくはもう通常キャラクターで、ハイスペックだったカームが予約仕事をもらいまして、もう一強だったんですけども、ただ数ヶ月後に千早がここの特攻キャラクターとして登場しまして、もう無料対数のところに関してはもう千早かそれ以外のキャラクターってぐらいの分類するほどの強さではないかなと思います。ということで今年の予想というか、次回のコンテンツですから、近畿はもう追加ないと思いますし、気になるのはやっぱり天馬ですね。次回開催によって現状判明しているこの通算バトル突破数の報酬が全部もらえまして、このガチャ普通に楽しみですよね。2021年以降に登場した限定キャラクター確定なんで、ただこれ以上の追加の報酬の発表は今のところないんで、この告知はされんじゃないかなと思いますね。ただこれは明日のモンストニュースではなく、直前の30日のニュースでも全然ありえなくはないですね。ただこの報酬の追加はあると思うんですけども、ただ想像以上に鉄製キャラクター増えてるなっていう天馬、ついには天馬5の鉄製のメモリーも登場したんで、これによって全ての階層で、この階層って言ったらこのキャラクターってのはいると思うんですよね。初回から強かったキャラクターをはじめとして、全然もう階層追加の可能性ってのも浮上してきたんではないかなと思いますね。昨年10月の9周年の段階では追加の予定はないって話はありましたけども、全然半年以上経ったら変わることもありそうですからね。一応僕4月に控えの冒険戦来るって予想してるんですけども、これが全然天馬って可能性もなくはないかなっていう。追加するんだったら4月か6月かですかね。ただそんな中予想の範囲に入ってきたのが神獣の聖域でありまして、唐突にプロ率2倍キャンペーンが始まりまして、なのでそうなったらこれも来るんじゃないかって考えちゃいますし、ちょうど神獣の追加って3月が多かったんで、来週発表で25から開催、今常設ですからね。でも仮に神獣追加するとしたらもうキリンっていうもうモチーフとしていますし、もうそれで完結になりそうですね。個人的にはちょっと好きなコンテンツなんで、これで綺麗に完結してほしいなとも思っております。あとコンテンツで一個気になることあるんですけども、アルゴリズムランドなんかクリアマークついてないんですよね。これちょっと話題出てましたけども、であとこの新コンテンツは評判に限らずというか、もちろんその最初から決まっていたことだと思うんですけども、リアルタイムワールドターゲットストライクは後から報酬の追加って前例もあるんで、もしかしたらまだアルゴリズムランド終わってない可能性もあるっていう、祝われましたけども、ただエリアの追加はさすがにないだろうな。あるとしてもなんかそのボーナスステージ的なエリアのどっかに分岐を作って、そこに宝箱あるよってぐらいにしてほしいなと思っております。で続きまして、鬼滅の刃コラボ追加情報ということで、去年の今頃はもうコラボの真っ最中でしたね。で発表された情報が、超究極の龍太郎&ダキの降臨ですね。それぞれ龍太郎とダキの個別のキャラクターだったんですけども、龍太郎の方に分子進化追加されて、クエストとしては対策必須級リミックは原則壁ぐらいで、地雷対応も必要ではあったんですけども、ロックオンだったんで、1体2体編成でも十分なんとかなる、なんなら結構動きのあるクエストだったんで、回収もしやすいということから、貴族性で原則壁に対応している強キャラクターが順当に強かったですね。この下の3体に加えて、直近重心化のホームズももちろん強かったです。であとこのクエストの周回の方式がトレジャーないんで、運がめちゃくちゃ悪かったら最大9回クリアしないといけないっていうもので、そういうなんか特殊な仕様ってのもあって結構難易度を低く感じましたね。でさらに追加情報としては、1日1回アイテムもらえる遊郭潜入ミッションも発表されまして、このイラストのねインパクトすごいですけど、結構このアイテム上手かったんですよね。で4種の戦艦の賞ももらえて、確率も高かったと思うんで、良心的なものでしたということなんですけども、今年はまだ3月後半のイベントすら発表されてないぞということで、明日のモンストニュースでほぼ確実に3月後半のイベントが判明すると思うんですけども、先週話した段階では、この日までに号外モンストニュースとかモンストニュースフラッシュがなければ、もう多分通常イベントだろうっていう、それか、リザルアルファと一緒で、コラボの可能性を含んだアルファイベントだと思っていたんですけども、ただやっぱりスケジュールの空き方は相当気になりますね。この新イベント開催日のスケジュール的には完全にコラボの空き方ですし、
で、しかも翌日開催の前例っていうと対バニがあったんですよ。これすいません見逃してました。まあなので先週の予想からは変わってしまうんですけども、明日のニュースで普通に3月後半のコラボの発表する可能性ってのはありました。まあ、ただ仮にあるとしても公式の使ってみた動画のスケジュールとか、まあ対バニコラボは14時のニュースで発表して18時と21時に使ってみた動画を投稿して、星63体と星52体のガチャキャラクターの性能を紹介していた。これが第2弾以降のコラボだったら、まあ第1弾キャラクターの回の性能とか紹介できない。まあ投稿すりゃいいじゃんって話だと思うんですけども、ちょっとまあ YouTube 的にその連続で投稿するよと再生回数が競合してしまう気もするんで、まあじゃあもうちょっと発表早くすりゃいいじゃんってなりますし、まあここまで発表がないともなると、まあアルファ以外での第2弾以降のコラボの可能性ってのはまあほぼないんじゃないかなと思っております。まあということで明日コラボ発表があるんだったらもう新規ですね。で、あと結構期間的には2週間以上あるとはいえ短めとも取れるんで、明日の発表と来週の追加情報で全容が分かるってコラボだと思いますし、そこまで実装できそうなキャラクターが多くなくても実現する可能性はあるっていうタイミングな気がしますけどね。翌日開催ともなると、それこそ昨年の話題性もあったリコリスはね、モンスト側、まあ、絶対に注目はしてると思いますし、降臨キャラクターとかどうすんだろうな。まあこれ以外の新規っていうと僕はまあニーヤとかブラッククローバーブルーロックあたりが出てきますけども、まあ、ただやっぱり新規作品予想となると、まあテンスラは入ってきますからね。もう大本命候補として、で結構ソシャゲとのコラボが多い作品なんですけど、ね、今のところ他のソシャゲとコラボ決定していないんで、まあ、かなりチャンスな状況ではありますね。まあ何回チャンスがあったんだって話ですけど、それとかまあモンストのね声優さんとかいろいろ伏線予想で言うと、まあコードギアスとかグリッドマンとか怪しいらしいですけど、全部あり得るし、しかもなんならまあ何回も言いますけども、まあコラボない可能性も十分あり得るんで、今回に関してはマジで半々ぐらいですね。明日コラボの発表がなくても通常イベント、もしくはまあアルファイベントの可能性ありますけども、そうだとしてまあ多いコラボ来ねえじゃねえかよバカ野郎っていう意見は僕のコメント欄にお願いします。公式は何も悪くないんで、僕マジで3月に入ってずっとコラボのこと考えてたんで、来なかったら本当にすいませんということで、コラボが来るか来ないかってのは明日判明するんではないかなと思われます。で、発表された重心化回が、カンウ、主要ギミック対応のワープを獲得して、まあ、底力の投球が M から普通になったんですけど、その代わりに汎用型のバイタルキラーを獲得して、まあ、三種汎用キラーと言ってもいい性能。で、SS の爆発からガラッと変わっても敵を倒せば倒すほどパワーがアップするやつ。まあ、超 SS ターンアクセルの影響でも早めに撃てて、まあ、元から自強化もあってそこそこ強いのが、まあ、敵が多いクエストラインも殲滅力はもう相当なものですね。で、友情コンボもエナジーバーストから全敵力コンレーザー EL となりまして、まあ、これもカウンターキラー乗っかって火力を出しやすく、地味に戦型もバランスがだったのが超スピード型になりまして、スピード型と噛み合ったアビリティとか SS になってんじゃないかなと思いますね。カンウといったらもう重心時代はモーセの影響でも結構、まあ、賛否両論だった性能というのもあってか、まあ、回では結構強みをガラッと変えてまして、まあこれがかなりいい結果になったんではないかなと思います。まあ、控えの冒険戦でも強かったですし、いい回でしたね。でさらに重心化も発表されまして、シュリ重力地雷ワープの主要3種のギミック対応に、砲撃型かつ圧縮時 M が乗る友情コンボは神化地雷に持っていたものを玄関に合わせたものになっておりまして、まあ、短縮できる防御ダウンの SS でさらに火力を出しやすくすることもできますね。神化に続いてそんなに騒がれてはない印象はあるんですけども、ただキラー対象への火力は高いですし、登場することが多い種族なんで、まあ、隠れ強キャラポジションにふさわしい性能ではないかなと思います。で明日の重心化回予想ということで、まあ、ナスカシェヘラザードと、まあ、新イベント重心化ではないキャラクターが続いているんで、まあ、3月はこれで攻めるんではないかということから、まあ大強小強でいきたいですね。まあただ順番としてはもうそろそろ水属性来ないといけないんですけども、まあこれはもう3月の限定枠として天草四郎が来るためではないかなと思ってますね。露骨に空いてますし、あとはタイミングかなっていう、まあそれこそ今日ね号外モンストニュースとか聞いていたら、まあ昨年と全く一緒にやっちゃいますけども、明日金色モンストニュースの流れはあったんですけども、まあ特に告知もないですからね。まあどっかで来んじゃないかなということで、一旦ここは大強小強で、はい、ということで明日のモンストニュースはもう長らくね3月にコラボがあるんかないかっていう風話をしてきましたけども、それの答えが出るということで僕楽しみですね。逆に今回に関してはない方が普通に考えますし、逆にあったらどういう開催形式になるかっていうのがすごい気になっているんで、注目の瞬間ぜひご覧ください。よかったらコメント欄か皆さんの予想妄想感想をどんどんお書きください。あとついでにチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さよならランド。